誇らしげな表情で座る犬たち。要請を受けて事件の捜査などを行う嘱託警察犬です。7月に行われた審査会で見事合格したシェパード4頭、ラブラドールレトリーバー3頭が南署の警察犬として嘱託されました。このうちグー君がこれまでの訓練の成果を披露してくれました。犯人の遺留品から匂いを記憶、地面にしっかりと鼻を当てて匂いをたどり、犯人を見つけ出しました。発見です。我が子のような感じですよね。子供より可愛いです現場に出て社会貢献をしたいと思います。任期は来年8月末までです。